にちは、ゆかです。ドレミファソラシド講座その4やっていきたいなと思います。前回その3で、はい、3フレットから7フレットまでを使ってドレミファソラシド弾きましたね。今回はその続きの、はい、高いドレミファソラシド弾いていきたいなと思います。はい、なのでこの動画ができたら前回のと続けてドレミファソラシドレミファソラシドってこう2オクターブ分ドレミファソラシドが弾けるようになります。はい、では順番にやっていきましょう。まず前回のドレミファソラシドを弾くと、左手こういう形になってると思います。はい、左手の中指でドの位置、3弦の5フレットを押さえているっていう、フォームですね。はい、で次レを弾くんですが、小指で3弦の7フレット押さえていただきたいなと思います。はい、でこの時にさっきまで押さえていたこの中指は押さえたまんまにしちゃうか、弦から離しても1センチ以内のところにいていただきたいなと思います。はい、最小限の動きで、弾いていきましょう。はい、小指で押さえるときって、小指ってなかなかね、こう押さえるの、小指って動きづらくて難しいじゃないですか。で、難しければ難しいほど、なんかこの押さえる指に集中しちゃって、他の指がね、これなんかバーって離れたりしがちなんですけれども、こんなね、まあ、ここまで離れる人いないと思うんですけれども、こういうフォームになっちゃうと余計に小指が押さえづらくなりますので、他の指も、必要最小限の動きで、押さえていただきたいなと思います。はい、ではドーレーって弾けたら次はミです。はい、ミは2弦の5フレットを押さえるんですけれども、今5フレット上ってこの中指が3弦押さえてますよね。だから次も中指で押さえるのかなって思うかもしれないんですけれども、ここは人差し指で押さえます。はい、ドレミ、はい、こんな感じで人差し指で、押さえるんですけれども、この時に他の指、他の中指、薬指、小指は、中指が6フレット上、薬指が7フレット上、小指が8フレット上の、上空1センチ以内ぐらいのところに、移動してほしいんですよ。ドレ移動、はい、ってな感じで移動していただきたいなと思います。はい、そうで指の押さえ方なんですけれども、ここまでねその4までやってきた方ならわかると思うんですが、指は、寝かせて押さえちゃいましょう。はい、でこの場合は、2弦を押さえてますよね。3弦と1弦に軽く触れてミュートできるような感じで、押さえていただけるととってもいい感じです。ドレミが弾けたら次はファを弾きましょう。ファは中指で2弦の6フレットを押さえましょう。はい、でこの時にさっき押さえていた人差し指は押さえたままにしちゃうか、離しても弦から1センチ以内ぐらいのところで待機しててください。はい、でこの押さえてない薬指と小指もこうなんかビーンってしたりしないで、薬指は7フレット上、小指は8フレット上の上空1センチ以内ぐらいのところで待機しておいてください。次は、ソを弾きましょう。ソは小指で2弦の8フレットを押さえましょう。はい、この時も他の指は押さえたままにしちゃうか、弦から離しても1センチ以内でお願いします。でこの次ラですね。ラは人差し指で、1弦の5フレットを押さえましょう。はい、なのでこう一つ下の弦に移動するっていう感じですね。はい、他の指も、弦から1センチ以内のところで待機しておいていてください。はい、で次は C は薬指で1弦の7フレットを押さえましょう。はい、そして一番最後にドは小指で1弦の8フレットを押さえてください。はい、ここまでできたら低いドレミファソラシド
から、弾いていきましょう。ドレミファソラシドレミファソラシド。はい、弾けましたでしょうか。で、今回やったこの、3弦、2弦、1弦を使って高い位置でドレミファソラシドって弾くときに、よく間違えがちなのが、この同じ指で弾いちゃうみたいな、ミファソとラシド同じ指で弾いちゃうっていうのがね、間違えやすいポイントですね。はい、ちょっと悪い例やると、ひと薬こうひと薬こうっていう感じで弾いたりとか、ひと中こう、ひと中こうひと中こうっていう感じで同じ指が動いちゃって弾いちゃうっていうのが間違えやすいポイントなんですね。はい、これを間違えないためにはドレミファソラシドの、誰と誰が仲いいかっていうのをちょっと確認していきましょう。はい、これね、私の中のドレミファソラシドのこうみんなのね、それぞれのイメージをキャラクターにしたんですけれども、この中でとっても仲いい2組がいます。それは、みちゃんとファちゃん、そしてしくんとどくんです。はい、どういうことかというと、その2組は半音で隣同士にいる音なんですね。はい、このピアノのね、鍵盤を、見てもらえると分かりやすいと思うんですけれども、ミとファ、シとドは間に黒鍵がありません。はい、なので半音の感覚なんですね。階段にするともっと分かりやすいんですけれども、こんな感じです。はい、なので半音で隣同士にいるとっても仲いい2組なんですけれども、ギターってすごくその音の感覚が分かりやすくって、半音、仲いい隣同士っていうのはフレットが隣同士なんです。なのでミとファと、シとドは仲良しですね。ミとファ、シとドっていう感じで、この2組だけが隣同士なんです。はい、もうこれはね、ミとファ、シとドは仲良しってもうね、丸暗記してほしいんですけれども、そんな感じで間違えないためには、もう一人で家で練習してる時だったらドレミファソラシドって言いながら弾いちゃいましょう。でしっかり弾きながら、あ、今ミとファは仲良しだから隣のフレットだなっていうのを意識しながら弾いていただきたいなと思います。はい、それと今回やったポジションなんですけれども、この前回のその3の講座からの続きでドレミファソラシドレミファソラシドって弾いたので、一番最初のドは中指で弾いてた、押さえてましたね。はい、なぜかっていうと、このシをこの位置で人差し指で押さえてるので、その隣で、中指を使ってドを押さえていたんですけれども、この2オクターブ、2オクターブ分続けてじゃなくて、今回やった部分だけを弾くんだったら、その時はドは人差し指で押さえましょう。ドレミファソラシドっていう感じですね。はい、そんな感じでドレミファソラシド講座その4お届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。